エアロトレインはワシントンダレス国際空港にある延長 6.08km の地下化されたピープルムーバーシステムである。当システムは2009年秋に開業する予定であったが信頼性テストを完了するために2010年まで延期された。2010年1月20日にダレスの従業員に解放され、同年1月26日に旅客に解放された。 当システムは主にコンコースからメインターミナルまで旅客を輸送する可動式ラウンジを置き換えたものである。当システムには約14億ドルの費用がかかっており、また新しいセキュリティ防護の中2階を含んでいる。当システムは鉄道車両として29両の三菱重工業、クリスタルムーバー車両を利用している。メインターミナル駅建設中のターミナル B 駅、エアロトレインは メインターミナルビル及びコンコース A、B、C 間で旅客を輸送している。メインターミナル駅から列車は1方向のコンコース A 及びコンコース C および他方向のコンコース B に移動する。エアロトレインのトラックマップはメインターミナル駅が下部となる釣り針状に形成されている。エアロトレインは 午前5時からおよそ午後3時までは3両編成の列車が4編成走行し、午後3時から午後11時までは3両編成の列車が7編成走行している。真夜中から午前5時までは通常3両編成の列車が2編成走行しているが、時々3両編成の列車が1編成だけになることがある。列車の運転間隔は2分以上かからず、列車は 時速 64km、68km にて約2分でコンコースへ旅客を輸送している。既存のコンコース C は一時的なコンコースであるため、コンコース C 駅は将来の常設コンコース C の敷地に建設されており、地下通路により既存のコンコースに連絡している。当システムの将来の拡大のための計画もある。エアロトレインは将来のコンコース D のための駅、 追加されるミッドフィールドコンコースのための2つの駅及びサウスターミナルを含めて拡大することができる。完全に構築されると列車は空港の周りを2方向の環状線で走行することになる。ありがとうございます。